これまでの事件はなんとか無事乗り切ってこれた。だからこれ以上状況が悪くなるなんて思ってもなかったんだ。もしもあの時、僕がもっと気をつけておけば。ああ、夏休みもあと半分だね。ユモのバイトももう終わり？だいぶ慣れた？うん、先輩たちもよく面倒見てくれるしね。うんうん、利用おじさんも優しそう。そうかな。でもあのおじさんは黙ってるとチンピラみたいじゃない？ユーモ、人は見かけで判断しちゃダメだよ。あれは？ユーモ、私が相手をするわ。あなたは彼女をお願い。災いが、なんでここに？気を失ってしまったようね。ベーダネ、なんで正門長に災いがいるの？私にもわからないわ。でも奴らはまだ現れ始めたばかりだわ。まずはこの子の安全が優先よ。コンビニに行きましょう。うん。こんな店に来たのは初めてだ。あ、バッフェが食べられるものあるかな。問題ない。ここの雰囲気を味わうだけで。カッパ巻きはあるかな。お店の人に聞いてみよう。カッパ巻き？どうしたの？食べ物の話には敏感だね。最近まで僕の家は貧乏で、カッパ巻きくらいしか食べられなくてさ。俺が菜食主義者かどうかは置いておいて、故郷の家の近くにカッパの村があった。それを一体どうやったら食べられるんだ？え、じゃあ本当にカッパっているの？人間の世界がこんなに恐ろしいとは。違うよ。中に巻かれてるのはキュウリ。カッパなんて捕まえてこれるもんじゃないから。そうなのか。びっくりした。菜食主義者って大変だね。僕は何を頼もうかな。親子丼にしよっと。何？親子？なんて残酷な。もう違うってば。マイクテスト、マイクテスト。あら、あれはこないだのおちびちゃんだ。うんうん、あとは問題なさそう。ごめんね、レアのお友達はせっかちさんで。どうしちゃったんだろうね、あっち側に行っちゃうなんて。災いが友達ですって？ネメア！あのチビは。かっちょいいね。リオおじさん、
あのチビと友達なのか。笑わせるんじゃない。誰があんなガキと。リオおじさんとおしゃべりしたいんだけど、ネア忙しいの。ネアと遊びたかったら優先長まで遊びに来てね。くっそ。最近頻繁に起きている次元の亀裂は奴と関係があるのか。早く奴を止めるんだ。災いの侵入を食い止めるんだ。わかった。ユモ、勇者は店長に任せよう。うん、店長、勇者をお願いします。やけどしないように気をつけるのよ。うん、礼だね。ありがとう。私、屋台でミェンシェン食べるのなんて初めてよ。新鮮ね。礼だねはファンの人に見つかるんじゃないかって心配にならないの？あら、そんなこと気にしないわ。誰もモデルがこんな道端でご飯を食べてるなんて思わないでしょ。そう言われてみればそうかもね。食べ終わったらどこかでブラブラする？行きましょう行きましょう。私、ユモちゃんと服を買いに行きたいわ。いいよ。どんなのが欲しいの？ユモちゃんとペアールックとか。みんな焼きもち焼いちゃうわね。ああ、でも…でも、どうしたの？私とベーダ姉だったらスタイルが違いすぎるよ。もう、ユーモ、心配しなくてもいいのよ。あなたはまだ育ち盛りなんだから。私も以前は小さな金魚だったでしょ。でも今では海の怪物よ。だから大丈夫よ、大丈夫。うん、なんかベーダ姉に言いくるめられた気もするけど。それに私思うんだけど、あなたにはとても素敵な魅力があるわ。本当に？もちろんよ。早く食べてショッピングに行きましょう。
ちゃんが急に向かってきて怖かったよ。ごめんね、心配かけちゃって。この陶器のクマさん、ものすごく丁寧な作りね。デザインも斬新だし素敵。心配ない、早くあのガキを何とかするんだよ。勇者、それはうちの店長のお気に入りの置物だから壊さないようにね。もちろん、私がちゃんと見ておくから。植物っていいね。